続いては時戸さん対安野さんです。お願いします。これ以前サードストライクの時にやられてますから、やられてますからね。一応ね、ザンギは体力が多くて、ゴウキは体力が少ないですからね。なんかあのね、システムの設定なんですよ。さあ、ゴウキは近づかれないように戦って、ザンギは何かで近づきたい。いいですね。お、アシュラセンクっていうのですね、今のは。あ、なんかすごい素敵な戦いっていうか。そうですね、安野さんも見てるとガードが高いんで、あのワープする技はアシュラセンクって言って、あの相手の技が当たらないんですよ。だから安全に逃げられる。あーちょっと、あーちょっと読みを間違えたな。すげえ。さあ、ドキドキさん、あと一発よ。距離を取って、あさすが。いや、安野さんもかなり強いですよ。知的な戦い。そうですね、いい読みしてる。さあ、東大生が何名戦でしょうかね。受験勉強でどっちやってる。一番多くやってる。受験勉強のゲームの時間、逃げられるのきついよ。企画するとどっちなんだろう。やっぱ両立してるからすごいですね。すごいね。横に立ったことが多いよね。ね、僕もゲームしてるとこしか見たことない。学校では専攻なんだ。僕は材料工学科ですね。聞いても何のことだろう。分かんない。材料工学科って何なんだろう。アスベストかなんか。マテリアル工学とか言ってました。あ、いいショット。どうだろう。やったー、ファイナナットビショバス。これあるよ今ね。今時々かなり材料工学科。さあ、材料工学科頑張れ。材料工学科でやっぱベニヤ板とか。あー、ベニヤ板、はい、ね、一発も食らうとね。大きさもやばいんだよね。もう時々もかなり手を震えてますよ。頑張れ頑張れ。サードで続いて観光まで。あー、人間対決。あと5対2リード。かっこいい今の。すげえ。東大的。どうなの？さっき言った期待値。ピックアップはね。お、あの、来た。40。うわ。頑張れ。おお。逃げて。おお、逃げて。これある。さあ、どうなる？どうなんだ、これ面白い。東大ゲーマーが。あるぞ、これ。アイドルゲーマーに負けんのか。これ。またも？またも。ああ。逃げられた。さあ。わあ。あんたの。味わったことない挫折。お前またかよ。リベンジならず。